すべアレスト。ドキ殿はあそこに。急ぎ向かわねば。バカめ、こう敵が多くては近づけぬ。手分けして敵の砦を落とすのじゃ。敵将討ち取りましたわ。この戦の指揮を取るのは政宗様です。私がそばにいるとはいえ無茶無謀は控えられますよ。目の前の敵をやっつけて砦を奪えばいいんですよね。そうだ、ギッペ、ロキド殿の元で道を開くぞ。父上の亡き者の愛か、力ずくで聞き出してくれ。ロキ、オーディン、絶対に許さんぞ。この砦は制圧してやったぜ。やるな。これからもその調子で励むがいい。敵の動きが読み切れません。念のため孫一様、稲姫様には本陣を守っていただきます。ならば私も本陣の守備に当たろう。それは嬉しい申し出だ。女神さんのことはこの俺が守ってみせる。そこにいるのは呂布の娘。また戦わなければならないなんて。おう、見覚えのあるやつだね。少しは楽しめそうか。あの方は何かのために戦っているのではない。ただ戦いそのものが目的なのですね。ああ、猛威を振るい、ただひたすらに争いを求める。それが両だ。一人貴様はなかなか手応えがある。簡単には潰れてくれるなよ。あなたを撃ち、ロキ殿に会う。それまで散りはしない。神の力、おどきなさい。拙者、撃ち取りましたわ。ほう、面白い。すぐにひねり潰してやる。待っていろ。見事、わしが目をつけただけはあるわ。このうちに兵力では敵が圧倒的に多い。なのになぜ奴らは数で押し潰そうとしない。ご無礼ながら私もそこが引っかかっております。慎重に敵の動きを見極めるべきかと。そういう時こそ勢いに任せて突っ込むべきでは。ここは稲が諸突はならんぞ。諸突は個人の信じ控えておれ。おい、勝負の続きだ。ひねり潰される覚悟はいいな。この砦の敵はいなくなったみたいです。さすがの怪力、恐れ入りました。引き続き周囲の警戒に当たってください。貴様はそこらの雑魚とは違う。つまらん戦はしてくれるなよ。お前を楽しませるために戦うつもりはない。私は世界を救うために槍を振るうのだ。少しはできるのだな。その程度で俺は倒せんぞ。この砦では超支流が抑えた。あっぱれよ。じゃが敵も黙ってはいない。気を抜くでないぞ。見事砦を抑えてくださったようですね。引き続き他の砦もお願いします。
今度こそ俺を満足させてみろ。こちらの砦は抑えました。お見事でございます。しかしまだ呂布が暴れている様子、ご注意。金の砦はおおむね抑えました。にもかかわらず敵が動く気配を見せないと愚かな人間だ。ゼウスの力を得た私に抗おう。無駄なこと。現れました。全軍オーディンの進行に備えてください。久々に楽しめた。いいか、俺以外の奴にやられるなよ。私の虜になりなさい。ましたわ。ついにオーディン殿が降臨しましたな。私はこの時を待っていたのです。オーディンが来ては戦場が荒らされてしまう。陳旧、なぜ父上を邪魔する存在を喜び迎えるのだ。ここは父上がようやく巡り会えた最高の戦場。誰にも邪魔立てはさせぬ。予霊機出るぞ。敵将おどきなさい。ルフの娘が動いた。小次郎様、ここは私に行かせてください。私の精神を振り切り突っ込む気満々のご様子。なら行って蹴散らしてきていただきましょう。貴様の本気を俺にぶつけろ。私を倒せて喜んでいるようだな。この後さらなる絶望に襲われるとも知らず。ここまでやるとは。だがそうでなくてはつまらん。この戦場俺が本当に飲み込んでやろう。さあかき乱してやろう。やるな。これからもその調子で励むがいい。両方戦の武見せてやる。ゼウスの力を得た私は完全なる存在。永遠に滅びることはない。打ち取りました。貴様こそ俺の相手にふさわしい。俺はこんな戦いを待っていたのだ。戦を邪魔され怒った呂布はどう出るか。これが向こうの軍師の狙いだと。雪村様、アレス様、オーディンを止めてください。無理に倒そうとせず時間を稼ぐのです。承知しました。できれば引き裂いてやりたい。今正面からぶつかったとて勝ちが遅い。打ち取りました。松雲様と銀平様は雪村様たちの援護、くれぐれもご無理はなさらぬように。承知した。私の砦の力で抑えられるか自信はないけど頑張ります。遊びは終わりだ。最強をその身に刻んでくれる。呂布の相手はわしに任せよ。政宗様、無駄に活躍していただいても困ります。足止めするだけで構いませんので。言われずとも心得ておるわ。呂布は強敵だ。政宗、私も共に行こう。敵将俺の負けだ。どこまでも立ちはだかるつもりか。中に戦を邪魔するならば容赦はしない。オーディンに従えば人も世界も皆滅ぶのです。そうなればゼフももう戦うことなどできない。永遠に戦えるという話は嘘なのか。しかし
おお、貴様も神か。よし、討ち取りました。俺と戦え。私の力は見せ物ではない。だが人間たちのため、お前を止めよう。けどもう少し俺の力を頼ってくれてもいいのか。私はどうすればいい。はい、さっきの話が本当なら父上は敵。一緒に戦ってください。皆のため、そして何よりあなたの父上のために。その言葉に偽りはなさそうだ。分かった、私もお前たちと共に行こう。己をオーディン、俺の戦いの邪魔をするな。力ある人間はユグドラシルの良い餌となる。あまり消耗させたくない。リョフ、お前は下がる。下がれだと？ふざけるな。好きに戦えるというからお前についてきたのだぞ。戦いを邪魔するなら、もはやこれだ。次に俺が消し飛ばすぞ。貴様だ、オーディン。貴様との戦いが一番楽しめそうださ。あかかってこい。目先の欲に負け、私に逆らうか。どこまでも愚かな男よ。リョフ殿の敵は我らの敵。我が軍はこれよりオーディンの首を目指しますぞ。やはり向こうの軍師は呂布が離反するのを読んでいたようですね。故に攻めに出ず、オーディンの到来を待っていたか。おやおや、私の策に気づいた方がおりますか。連合軍にも一癖ある軍師がいるようですな。大事な力をこれ以上消耗させるわけにはいかぬ。愚かな人間よ、またまみえよう。逃げるな、オーディン。まだ勝負はついていないぞ。オーディンは去ったようですね。急ぎロキ殿のもとへ向かわねば。私の虜になりなさい。今こそ攻め立ててやろう。あなたが戦ってる姿、素敵。それでは黙ってます。後半活躍勝ちない。無駄な抵抗はやめ、安らかな死を選ぶべきだ。私はただ願いを叶えるために生きてきたの。あの屈辱の日々、忘れられるはずもない。なぜ君たちは諦めてくれないんだ。ドキドキ。